私白井健三は、先日の、全日本体操種目別選手権をもちまして、現役を、引退させていただきましたことをここに発表いたします。ありがとうございます。すいません、こちらお願いします。ありがとうございます。その隣お願いします。こちらでじゃあ笑顔でお願いします。すっきりした状態で現役生活を終えることができて、また、今後の、自分のやりたいことに向かって今はもう歩みを始めているところなので、この記者会見を迎えるにあたっても、もう選手としての未練は一つもない状況で迎えることができました。今は助教という立場をこの大学においていただいているので、そういった面で大学に貢献することと、あとはやはり、後輩だったり、年下の学生に、自分がしてきた貴重な経験を、伝えていくことっていうのが今の僕が、一番できる仕事だとは思っているので、そういったところを、もうすぐにでもやっていきたいなという気持ちです。おおよそ引退のタイミングを決めたのはすごく早くて、もうリオのオリンピックの時には東京までかなっていうふうには自分の中では頭の片隅にはあって、本格的に引退を決めたのはもう自粛が明けて東京のシーズンをどんな形でも1年間やり抜いたと思えるところで引退しようっていうふうにはもう決意していました。僕が大学卒業後も拠点を変えずにこの日本体育大学で練習をしている中で、自分に向けてのエネルギーよりやはりこう後輩だったり学生に教えるエネルギーだったりだとか、喜びでも自分の喜びより学生が喜んでいる姿を見る方が自分にとって大きな喜びになってきたりだとか、そういうこうやっぱりエネルギーを向ける方向っていうのがだんだん学生に変わってきているなっていうふうに徐々に感じていて、そういった思いが今ではもう完全に逆転しているので、自分の選手としての去り時は今だなっていうふうにも感じましたし、今後もその学生に対して指導をしていくというその未来に対しての高いモチベーションというのは今はものすごく持っています。